FC 岐阜勝手に応援チャンネル。さあ、セクシーに始めましたけども、はい、本日はですね、鹿児島ユナイテッドと FC 岐阜の試合、はい、プラス、はい、真裏で、はい、京都サンガとロアッソ熊本の試合もやってるということです。どっちも燃える試合。この間もね、山形と 2-2 じゃないですか。はいはいはい。おさむさんが決めたりとかありましたけども、その岐阜の選手たちがマジで活躍すごいという。だってプレーオフの1戦目も大分と 2-2 引き分けだったんですけど、そうですね、あの時も相原が爆発すると。うん、だからこの元岐阜の選手たちがこのプレーオフで、もうとんでもない活躍をしていると。もう俺あの、ワールドシリーズの時の松井秀喜を見てるような。それくらいに興奮しちゃってるもん。なのでね、今日はそっちの方もね、楽しみながら、2試合同時中継で見ていきます。はい。はい、それでは試合、スタート。ただ、岐阜は鹿児島と相性がね、いいんですよね。いいんだよね。実は。我々も見に行った試合では勝ちましたしね。あのブライトさんが途中から出てきてアシスト決めるという。で、川西大先生がもう両選手いないけどどっちもいないけど、で今シーズンも前半戦で勝ってますね。そう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 、首位の時にね。うわあ、うわあ、よく止めた今。すごいミッシー、一点もんよこれ。横山監督はね、退任になるよね、しょうがないよね。結果だけ見るとやっぱどうしてもね、基本的には結果の世界だからね。かわいそうっちゃかわいそうではありますけど、まあね、まあ、渦中の栗を拾わされる形になっちゃったからね。そうですね、もう。おお、うわぁ、すげえ。京都対熊本、ミドルシュート、上福本選手がバッチリ止めた。で、こぼれ球にね、反応してたんだけどね。あれ、ミートしてればね。うわぁ、逆にチャンス。うわぁ、決まった。京都、熊本、京都の豊川選手がゴール決めた。一瞬だったね。このね、トラップ、ワンタッチがミスっちゃったんだよね。しかも、ちゃんとコース狙って、もうちょんとパス出すだけみたいな感じの、ゴールにパスって感じの。いや、京都のプレスが速い。すごい、もう。でもそれをパスでかわす熊本。これ、どっちのチームもこの一戦でどうなってもいいわってぐらい走ってるもん。さあ、鹿児島と岐阜は、オフサイドね。オフサイド、ね、コーナーキックからヘディングが決まったかと。いう状況だったんですけど、オフサイドと多分これ藤岡選手引っかかったんかな。あ、ぽいですね。これ岐阜の方はさ、関与してるって感じじゃないよね。ただボールの方に体向けちゃったからっていうところなのかもしれないけど。わーって話してるうちに、話してるうちに京都と熊本がすごいことになってる。すごいことになってる。もう忙しい。お、トーレス来た。ターレス、あー、ターレス、ターレス。ターレスってもうドラゴンボール劇場版の敵キャラの名前だからね。ただ熊本と京都の方も、熊本のコーナーキック。ここで決めときたい。うわーっと、入った。すごい、熊本同点。ヘンリー川原のコーナーキックから、おさむさん、マジおさむさん、ぽかったっすね。でもこのカメラの抜かれ方、おさむさんだよね。川原のコーナーキックから、おさむさんだー。元 FC 岐阜、そして元鹿児島ユナイテッド。そうなんです。うわーすげー、ギリギリギリ。さあ、岐阜対鹿児島の方は、鹿児島が攻め上がって左からクロス、ゴール。この終了間際に、ぶち込まれましたよ。で、岐阜の選手が寄せきれずと。
ため息が出ちゃいますね、これもついつい。ただね、熊本の方はおさむさん入れてこっち入れられるみたいな、なんか変な感情が、変な、変な感情3分の1の純情な感情ですよ、もう。今の小学生人気取ろうっつったじゃないですか、ね、タムシェードの話しちゃダメですよ、これ決めたらもうすごいヒーローよさあ、熊本のコーナーキック91分です。今アディショナルタイムが4分だから94分までですね。さあ、コーナーキック蹴った、あるか、腕、うわー、もう一回、うわー、ポスト、ポスト、いやー、ポスト。さあ、岐阜対鹿児島は終わりました。鹿児島が1対0で勝利と。さあ、あとは熊本対京都。さあ、目安の94分なりました。うわ、あー、京都さんが J1 残留と、はい、なんてゲームだ。本当あの一本のポスト、本当あれでしたね。あれだね。いや、もうブラボー、熊本ブラボーです。これも、これ京都もブラボーだけど熊本もブラボー。本当にナイスゲーム。岐阜の方ですね、はい、振り返りましょうか。はい、岐阜対鹿児島の方ですけども、結構ね均衡した、状態でずっと90分進んでったんですけども、最後鹿児島が左サイドをね駆け上がって入れたクロスがドンピシャでアウト。まあ今年の岐阜を象徴するようなゲームでしたね。これで16敗目です。さあ、ちょっとね、16敗ですよ。攻撃面守備面もそうだけど、このチームとしてやっていく核となる、そのまあな、まあ、アイデンティティ的なものだよね、もうこうなると。そこしっかりと、監督、横浜監督はもうこれで今年でお疲れ様でしたということですので、はい、来年に向けてですね、もうチームは作っていくっていうところで言えばもうスタートしますから、はい、なのでいち早くキャンプに入る前にいち早くチームを固めると、うん、そう、こう岐阜がね毎年悪いところね、こう開幕前までずっとポツポツポツと取っていくでしょ選手、はいはい、じゃなくてある程度固めてキャンプでガッチリとっていうところをやってくれたらなと思いますね。どうですか今日2試合同時に見てましたけど、はい、見比べてどうでしたか、その岐阜の試合と熊本京都戦。このすっごい失礼な話ですけど、はい、50倍熊本の京都の方が面白かったです。これね、走行距離のスタッツも多分相当違うと思う。そうか、 J3 出ないからね、ちょっとあれですけど、あれだけど、J1 の J1 じゃねえや、このプレーオフの前半だけでも川原選手が 6.1 キロ走ってると、これ相当走ってるから、うん、で大体の選手が5キロちょいとか走ってる質もさ、ただむやみに走ってるわけじゃないから、はい、この試合どっちのチームも、ただやっぱね、長期者監督のこの一発の試合、この長いリーグ戦もそうだけど、この90分あの高いプレスを保てる選手の強度、うんうん、あれはね、これはすごいね。京都は今年1年そんな悪いサッカーをずっとやってたわけじゃないから、やっぱ流れに乗れなかったっていうところがでかかっただけで、あの距離感が俺がよく岐阜の試合とかで言うと遠いと、 J3 の試合は特に遠いと。ただそのコンパクトになった時のまあこの大きサッカーが輝くっていう瞬間もあるけど、京都のこのプレスが効く、うん、岐阜はやっぱその距離感が遠いと一人外されると次までの距離が長いんで、相手もやっぱ攻撃する準備できるし、うん、岐阜側も後手になっちゃうので、はい、ちゃんと連動してこの適度な距離感で動いていく、まあコンパクトにね、うん、はい、
それがね、この京都熊本戦はもうより顕著に出てたと。確かに。本日の勝手に MVP は伊予派修ヘンリーおめでとうございます。はい、セブハの同点だ。あれはすごかった。はい、岐阜、鹿児島の方でもね、ちょっと選ぼうかっていうのは迷ったんですけども、まあ、ちょっと突出したものがちょっとなかったんで、なんかね、はい、全体として、今日はあのすいませんが元岐阜の選手に、はい、という形になりました。改めて次節、はい、次節は、最終節でございます。はい、次節北九州に、勝って1年を終えるのか、はい、そして負けたまま今年はこんな1年でしたーって感じで終わるのか、最後は勝って終わりたい。以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。